県内ではきょう、新型コロナウイルスの感染者が新たに517人発表されました。まん延防止等重点措置の解除後、感染者が500人を超えるのは初めてで、県は影響が如実に出ていると危機感を示しました。発表された感染者は、新潟市で215人、長岡市で75人、三条市で37人などとなっています。500人を超えるのは、6日にまん延防止が解除されてから初めてです。さらに、まん延防止が終了して以降、7日連続で感染者は前の週より増加していて、県は危機感を示しています。このままいきますと、前週比4割増ぐらいに、140% ぐらいになってしまう。で、まん延防止等重点措置がこう終了した影響というのが如実に出ていると。県によりますと、18歳以上を対象とした県内の3回目の接種率は、全国平均を下回る 34% にとどまっています。県はワクチンの接種とともに、卒業式や飲み会などに参加する場合は、無料検査を活用してほしいと呼びかけています。